赤目の牛の蔵赤目48滝は日本に数多く存在する48滝の一つで三重県名張市赤目町を流れる滝川の渓谷にある一連の滝の総称である。また他には赤目48滝渓谷と称される。その地勢ゆえに当地は古より山岳信仰の聖地であり、地元には滝参りという呼び方が今も残る。奈良時代には 主験道の階祖である縁の行者の修行場ともなった。地名、赤目の由来は、縁の行者が修行中に赤い目の牛に乗った、不動明王に出会ったとの言い伝えにあるとされる。また、縁の行者及び主験道と関連するが、忍者の修行場であったとも伝えられている。日本参照センター滝のある渓谷は、およそ4キロメートルにわたって続き、峠を挟んで、境地形へとつながっている。 渓谷は四季折々に楽しめるハイキングコースとなっており、紅葉の名所としても知られていて、秋には関西、中京方面などから多くの観光客で賑わいを見せる。2013年の観光入り込み客数は16万3948人。渓谷とその周辺地域は野生動物と植生の宝庫である。特に渓谷は世界最大級の両生類の一つである。 ョ山ウオの生息地として知られ、滝への入り口付近には飼育、展示施設の日本参昭王センターがある。また、テレビ番組でョ山ウオを扱う、際のロケ地となることも、少なくない。不動滝、千住滝、霊社滝、赤目48滝のうち、比較的大きな5つの滝を、赤目五泊という。赤目48滝名義で、森、滝、遊歩道、水がそれぞれ、 森林浴の森百戦、日本の滝百選、遊歩百戦、平成の名水百戦に選出されており、重ねて遊歩道は、美しい日本の歩きたくなる道五百戦に、赤目四十八滝への道の名で選出されている。第百十九回、直木賞を受賞した、車谷長吉原作の、赤目四十八滝真珠未遂の舞台として知られ、後に、新と源二郎監督、 寺島忍主演で映画化され、そのロケ地ともなった。警告内では徒歩のみ。ありがとうございます。